失礼いたします、はい、お邪魔します。杉本と申します。よろしくお願いいたします。Hey, what's up?杉本と申します。よろしくお願いいたします。どうぞおかけになってください。はい、失礼します。まずですね、はい、自己紹介をしていただきたいんですけど、はい、じゃあ名前と国籍と、はい、じゃあ趣味とか味、はい、最初あ、え、あ、ちょっとえ、ちょっとごめんなさい。え、ちょっとHello, Jimmy? はい。最初に自己紹介で、名前と国籍と、趣味とか教えていただきたいんですけど。はい、はい。アメリカから来ました、杉本カナです。それではですね、自己紹介をしていただきたいんですけど、まあ、名前と国籍と、趣味のビザとか教えていただきたいと思います。はい、杉本カノアです。アメリカから来ました。趣味は自己紹介をしていただきたいんですけども、はいはい、じゃあ、名前と国籍とビザと、はい、まあ、国籍とあと、まあ、趣味とか教えていきたい、はい、いただけたらと思います、はい、アメリカから参りました杉本カノと申します。よろしくお願いいたします。趣味は土日とかバーってクラブに行ってお酒飲んだり、まあ、22歳の独身なので結構ワイワイやってます。それでは、杉本さん、はい、自己紹介をまずしていただきたいんですけども、はい、じゃあ、まあ、お名前と国籍と、はい、まあ、趣味をお話しいただけたらと思います。はい、アメリカから参りました杉本カノと申します。よろしくお願いいたします。私は日本とアメリカのハーフで日本国籍を持っております、はい、趣味はお友達とお茶に行って楽しい話をしたり、ジムで汗を流すことが今楽しいと思っています。あ、そうなんですね。わかりました。じゃあ2番目の質問なんですけど、はい、まあ、MT コーテル今回受けていただいてると思うんですけど、はい、まあ、僕たちのことでまず、まあ、知ってることを教えてほしいですね。あ、はい、MT コーテルに関してはちょっと、ごめんなさい。2番目の質問ですけども、はい、MT コーテルに関して知っていることを、はい、今教えてください。あ、はい、本社は浜松町にあって、はい、店舗は10店舗ぐらいあり、成長のすごい伸びてる会社、ホテルチェーンだと思います。あ、お調べしていただいてありがとうございます。はい、じゃあ3つ目の質問なんですけども、はい、なぜ今回その、はい、MT コーテルのポジションに申し込みいただいたんですか。はい、私普段ホテルに泊まるので、私もそういう仕事できるかなみたいな感じで、はい、それでは、はい、3つ目の質問なんですけども、はい、なぜ今回MT コーテルの、ポジションに申し込みいただいたんでしょうか。
大学時代にホテルのお勉強をさせてもらって、でさらにアルバイトをしている時もお客様の接客とか笑顔を見るのがすごい楽しいので続きたいなと思っています。ありがとうございます。じゃあ最後の質問なんですけど、はい、直近のお仕事は、はい、なんで辞めたんですかね。ちょっと人間関係が悪くていつも喧嘩で辞めちゃいました。あー、最後の質問なんですけども、はい、以前のお仕事はなぜお辞めになろうと思ったんですか。新しいステージに行きたいと思って御社のポジションに応募させていただいたんですけれども、それで前社のお仕事は、はい、辞めさせていただきました。わかりました。じゃあそれでは私からの質問以上ですので、はい、何かご質問ってありますか。特にないですね。はい、ですね、従業員の皆様に、心地よく働いてもらうことを重要視して、いつも、労働環境というのを整えております。分かりました、ありがとうございます。じゃあ面接は以上になりますので、よろしくお願いいたします。また結果はですね、後日ご連絡させていただきますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。So how was the Gaijin Bank lecture? So please make sure you have to smile and you have to keep eye contact to the interviewer. And again, make sure you don't have too much information to interviewer. And then before interview, you need to research for the company. And then the reason you said have to make sense.And finally, your comments always should be positive. And this is secret from Gaijin Bank. Thank you.